覇者ダークドリアンズ。すごいネーミングですね。ダークドリアンズ9のラフプレイの前に次々と戦意を失っていくブラックピーチズの戦士たち。ラフプレイはいけませんよ。そこに現れた謎のピンチヒッターエトナ。ブラックピーチズに真の魔界リーダー魂を呼び覚ますためエトナのバットが、そして熱き魂が炎とか。火遊びは感心しませんね。次回ベースボール美少女戦士エトナ第5話、奇跡の逆転満塁ハットトリック。明日に向かってキックオン。え、野球じゃないですか。